異物混入ということっていうのは、まあ、普通にご飯食べに行った時も時々これ本村さんあったりとかしますよね。ありますよね。私出前取ってラーメン食べ終わったら、はい、ラーメンの底のところに注文伝票が入ってたやだそれは自